英雄性チャンネルの時間です。若藤です。西です。さあ巨匠、なんかその後に二人合わせてとかって言いたいですね。ありがとうございます。今日は、古谷製菓っていう今はないメーカーなんですけど、古谷製菓が出してたお菓子で、当たったらもらえるボロットっていう、まるでダメ男のキャラクターなんですけど。まるでダメ男、はい、聞いたことありますよね。はい、昭和41年頃にマガジンで連載されてましたね。週刊マガジン、はい、漫画ですよね。漫画です。はいはいはい、知ってます。森田健二さんですね、はいはい、後にロボタンとか書くんですけど、はい、その方の、漫画に出てくる、はい、ボロキャラクター、はい、ボロットというキャラクター。これなかなかね、当時検証なんで当たらなくて。これあの漫画の検証で当時当てられたんですか。いや、僕はよう当てなかったんですけど。当たったの譲っていただいた。そうです、そうです。ちょうど昭和40年代っていうのは、はい、いろんなガムとかお菓子とか、はいはい、まあ、チョコレートとかのいっぱい検証って流行りましたよね、はい、流行りました、流行りました。なかなか当たらないんですよ。当たらないですね。もうその中であった、これまあ大きな、これスタンドなんですね、はい、なんかね、当時頭が何倍も良くなるスタンドって、これで勉強すると、電気をつけると。はい、ということはこれスタンドだから電気はつくんですか。つく、いや、つけたことはないんですけど、はい、つけてみましょうか。はい、いいんですか。ちょっとやってみますね。つきました。はいはいはい。あ、片方電球が切れてますね。まるでダメ男ですね。そうですね。片目だという。はい。まあ名前がボロットなんで。ボロットなんですけど。まあでも哀愁なるというか覚えがあるんですよね、この。そうですね。はい。まあ、当然もう当時、はい、まるでダメ男自身よりもボロットの方がそれは最高に人気ありましたよ。まあ、当時マガジンでこの「まるでダメ男」っていうまあ漫画と、もう一つは有名な漫画もございましたね、あ、「ハリスの風」とかね。ハリスの風、僕らは国松様のお通りだっていうのはあるんですけど、70年代にリメイクされた時は国松様のお通りだいっていう題名に変わったんですよ。それはなぜかというと、ハリスの風のハリスが当時売ってたハリスガムっていうスポンサーのありましたね、名前から取ってたんで、もう使えないですよね。ということはハリスの風と国松様のお通りだが同じなんですか。同じですよ、同じ。石田国松っていう。ああ、なるほど。男の子が主人公で、でその頃に同じように流行ってた、まあ、まるでダメ男。そうなんですよ。それでハリスの風がアニメで、はい、まるでダメ男が実写になったんで、はい、みんな当時の子供たちは逆じゃないのと。なるほど。ハリスの風の方が実写でそれらしい男の子主役にして学園ものじゃないですか、なるほど、やった方がいいのに、こっちが実写って思ってましたね、はあ、結果的に、はい、この哀愁あるボロットがすごく愛されたと、はい、そうです、はい、ちなみに希少価値は当然検証なんでありますよね。ありますね。ですごく今も出来がいいから綺麗でありますけど、はいはい、まあ、値段はちょっと聞きたいけど、まあ、検証なんで今日は最後に金額にするとズバリ30万円ですね、はい、今日も貴重なおもちゃどうもありがとうございました。